皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。ハサミはもともと海外から日本に伝わったもの。しかし日本のハサミの多くには独自の改良が加えられ、切れ味や使い勝手が格段に向上したものになっています。高性能な日本のハサミは海外でも大人気。そこで今回は世界中で高く評価されている日本のハサミについてご紹介いたしましょう。ハサミの歴史。中国から日本にハサミが伝わったのは6世紀頃だと言われています。日本最古のハサミは奈良県の玉木山古墳群から出土した7世紀頃のもの。古代中国で使われていた支点の部分が八字形に交わっているものによく似ています。当時の握りバサミは貴族階級のためのもの。裁縫の時に使われていて、金属製だけでなく木製のハサミもあったそうです。ちなみに庶民は裁縫の時には小刀を使っていました。鎌倉の鶴岡八幡宮にあるのは源頼朝の正室北条政子が使っていたとされる握りバサミ。国宝の間垣キクラ殿蒔絵硯箱に文具とともに収められています。このハサミは源頼朝が後白河法皇から賜ったもの。菊の御紋が入っており、髪を切る化粧道具だったと考えられています。この頃の主流は握りバサミ。しかしそれだけではなく、2つの刃物を交差させた X 字型のハサミも使用されていました。奈良県の正倉院に収蔵されているのは、銅にメッキを施した金銅戦士。このハサミは中国、朝鮮を経由して日本に伝来、もしくは中国から帰化した人が作ったと言われています。長さは約22センチ。豆苗の芯切りや仏寺の花を切るために使われていたと考えられています。戦国時代になると、ヨーロッパ人が日本各地を訪れるように、彼らによって様々な文化が日本に持ち込まれました。1543年には台風の直撃にあった南蛮船が種子島に漂着。乗船していたポルトガル商人から鉄砲を譲り受けましたが、その時に洋バサミも持ち込まれたと言われています。乗組員の中国人ハサミ鍛冶から刀バサミの製法を学んだ日本人。こうして初の国産ハサミが誕生しました。種バサミと呼ばれる種子島製のハサミは切れ味が抜群、非常に評判が良かったそうです。その技術は現代にも受け継がれており、種バサミは鹿児島県の伝統工芸品に指定されています。江戸時代になると、植木職人や呉服屋、生け花をする人などもハサミを使うように、様々な形のハサミが登場し、生産も盛んになりました。また糸や布、紙を切るなどの日常生活においては握りバサミが主流だったそうです。明治時代になると、洋服を作るためのハサミの輸入が始まりました。しかしこれは日本人にとっては重く使いにくいものでした。そこで刀鍛冶職人の吉田弥十郎が刀鍛冶の技術を生かして改良した立ちバサミを発明。このハサミは江戸バサミと呼ばれ、現代まで受け継がれています。海外から世界最高峰と絶賛。海外の美容師や美容業界で働く人々は、シザー、理美容師用ハサミはメイドインジャパンが世界一、日本製シザーは世界中の美容師の憧れだと口を揃えて言うんだそう。もちろんシザーを作っている会社は日本だけではなく、世界各国に数多くあります。例えばドイツのゾーリンゲンは有名な刃物の産地。金属加工の技術ならば、ドイツやスイスなどヨーロッパでも優れた技術がありますし、近年は中国をはじめとしたアジア各国でもシザーのメーカーが現れています。たくさんの産地がある中で、日本製シザーは頭一つ飛び抜けて優れているという認識を持たれ、世界の理美容師から一目置かれる存在なのです。ではなぜ日本ブランドのシザーが最上級だと認められているんでしょうか。様々な理由があると思いますが、
日本のユーザーである理美容師がシザーメーカーを育て続けてきた歴史が最大の理由であると考えられます。欧米人に比べると硬い日本人の髪質、そのためシザーには鋭い切れ味が必要とされました。さらに日本の理美容師は自分でシザーを研ぐ職人気質の人も多かったため、非常にハイレベルな要望が求められたのです。日本のシザーメーカーは大量生産はできません。しかしユーザーの声に耳を傾け、細かい要望に応えることで技術力を高めてきました。その結果、今日の日本のシザーの地位が確立されたんでしょう。2021年上半期に世界一売れた日本の商品、岐阜県関市の刃物メーカーが作る手芸用ハサミが海外向けに商品を販売するサイト越境 EC において2021年上半期に世界一売れた日本の商品となりました。1位となったのは八起工業が作るパンフラワー用ハサミ。パンフラワーとは小麦粉を粘土のようにして花などを作る粘土手芸のことであり、ハサミはその粘土をカットするために使います。刃が鋭く細かな切り込みを入れられるこのハサミは、パンフラワー以外にも刺繍や眉カットなど様々な用途で使えると話題に、中国を中心に大ヒットしました。世界各国のハサミの切れ味をテストした動画が話題に。 YouTube に世界各国のハサミの切れ味をテストした動画が投稿され、海外で話題になっていました。テストしたメーカーは日本の貝印、ドイツのヘンケルス、イタリアのギンガー、アメリカのヘリテージ、フィンランドのフィスカースなど全15社。開封時の切れ味、1000回紙を切った後、段ボールを切った後、アルミを切った後、サンドペーパーを切った後の切れ味について、シャープネステスターのクリップをカットした際の荷重で切れ味を判定しました。その結果、どの調査項目においても日本の貝印のハサミが最も切れ味が良かったのです。日本のハサミの切れ味の良さに対して、海外からは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。10年くらい前に日本に数年間住んでいたことがある。その時、地元のホームセンターで安売りしていた貝印のハサミと爪切りを深く考えずに買ったが、切れ味と使いやすさにびっくりしたよ。母国に帰ったら兄弟がハサミをすごく気に入ったからネットで買い直した。家族は今もそのハサミと爪切りを使っている。日本には数百年の刃物作りの歴史があるから素晴らしい刃物を作っている。日本でしか作られていないバネバサミもおすすめだ。貝印の安いハサミを10年以上全く研ぎ直さずに使っている。まだまだ使えるよ。貝印はサンドペーパーを切った後でも切れ味がよく切れる範囲にとどまっていたのがすごいな。きっとすごく硬い鋼材を使っているんだと思う。高速度工具工を使っているんじゃないだろうか。貝印のハサミを何本か持っていて、友達にはもう良いハサミを探す必要はないと話している。一度使えば必ず気に入るから。貝印はカミソリの刃も作っているよ。値段はすごく高いけど、貝印のカミソリ刃を使うときは注意しないといけない。すごい切れ味であっという間に切ってしまうから。貝印がすごかったな。価格分の性能をはっきりと示していた。確かに値段は高いけれど、競合相手を切り捨てて特級の性能であることが見て分かった。ハサミだけでなく、包丁やカミソリ、爪切りにおいても世界的に高く評価されている貝印。近年はコロナ禍を受けて衛生意識が高まる中、質の高い爪切りを広く普及させるべく、インドで様々な活動に取り組んでいます。インドの一般的な爪切りと差別化するために、手で食事をするインド人向けに商品開発。手で食べると爪の裏に汚れがたまるので、汚れを取り除くピックをつけました。また日本の爪切りと同様に、切った爪がたまるケース部分も取り入れています。
そして一番の違いは刃先の質。インドの爪切りは刃先の質が悪く、爪を切るというよりもちぎるイメージ。一方、貝印の爪切りは刃先がしっかりしているので、綺麗に切ることができるのです。さらに、自社ブランド浸透の啓発活動として、公立学校に爪切りを無償配布。爪切りそのものだけでなく、爪の衛生を保つ必要性を説明したパンフレットも作成しました。貝印の爪切りによって、インド人の爪に対する衛生意識が高まってくれたら嬉しいですね。日本製刃物の海外人気。近年、日本製の台所用刃物の人気が海外で高まっています。中部5県からの2021年の輸出額は約61億円で過去最高を更新。20年前の4倍以上の輸出額に成長しました。欧米を中心に続く和食ブームやコロナ禍による巣ごもり需要が人気に追い風となっているようです。名古屋税関によると、東海3県に静岡県、長野県を含めた管内からの台所用刃物の2021年の輸出額は前年比 19.3% 増の61億3900万円。全国の輸出額も118億4200万円で過去最高を更新しました。名古屋税関管内からの輸出額が全国に占める割合は 51.8%。2位の大阪税関管内 26.4% に大差をつけています。輸出数量は全国の748万本に対し、名古屋税関管内が7割以上となる547万本。数量は前年比 5.4% の微増でしたが、平均単価が990円から1121円に上昇。20年前の約3倍の単価にまでなっています。2021年の輸出先を地域別に見ると、数量ベースで最も多いのは中東で221万本。比較的安価な小型の調理用ナイフが大量に輸出されています。名古屋税関の担当者は、石油の産地で富裕層が多く、調理するのは主に使用人。そのため、道具へのこだわりはそこまで強くないんだろう、と分析していました。一方、金額ベースでトップだったのは北米で26億4600万円。ドイツやオランダなどの西欧が16億4100万円で続いていました。人気があるのは切れ味が良く、耐久性にも優れた高価格帯の包丁。セットで購入するケースも多いといいます。人気の背景の一つにあるのが2013年のユネスコ無形文化遺産登録を機に広がった和食ブーム。海外で和食を作る際に日本製の包丁を使うことにこだわる人が増え、使い分けている人も多いんだとか。またコロナ禍で自宅で料理をする人が増加。それによって欧米を中心に高価格で高品質な包丁の人気が高まっているそうです。ところで名古屋税関からの輸出がダントツに多いのはなぜでしょうか。それは刃物の一大産地として知られる岐阜県関市の存在が大きいから。政府の工業統計調査によると、2020年の関市からの包丁出荷額は96億1400万円。これは全国の出荷額の 46.2% を占めています。イギリスのシェフィールドやドイツのゾーリンゲンとともに世界三大刃物産地とされる関市。関の刃物は世界的なブランドとなっているのです。海外の有名シェフにも愛用者が多い日本の包丁。国際的なナイフショーで賞を取ったり、海外の商品テスト雑誌で高評価を獲得するなど、日本国内以上にその品質やデザインは認められています。人気の理由は長く続く鋭い切れ味、食材に最適な切り方ができる種類の豊富さ、美しいデザインや細部へのこだわりなど。特に、ナキリ包丁は野菜がきれいにまっすぐ切れると一般人にも人気なんだとか。また、訪日外国人観光客の中には日本の包丁をお土産に買って帰る人も多いそうです。世界が認める日本の包丁の品質。日本の包丁ならではの繊細さは料理をより美味しく仕上げてくれそうですね。
いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。